さあ続いては猫ちゃんのお手入れについてお聞きしてみたいと思います。先生、猫ちゃんのお手入れの仕方なんですが、どのように行うといいんでしょうか。まず手早くするっていうことが基本と、きれいにするだけじゃなくて、その子の健康管理ですね、コンディションを知るためにやると。目的は2つ持っていただきたいっていうことです。それで順番としまして、犬と違いまして爪が出てきますので、まず爪切りをしていただきます。それからお耳の掃除をします。それから櫛入れをします。でブラッシングをします。であとはシャンプーっていう、でドライイング乾かす、そういう手順になります。簡単に言いますと、その一つ一つの工程なんですけれども、それぞれの注意点を教えていただけますか。爪切りなんですが、ワンちゃんの爪っていうのはいつも出っ放しなんですね。ところが猫ちゃんの爪っていうのはキュッとパッドのところを押さえて出していただいて、一息で切っていただく。ワンちゃんは細かく何回も切るんですが、猫ちゃんの場合は爪の神経は見えますので、一発でやっていただく。言うこと聞かないわけですからね、短い時間でパシッパシッとやっていかないと猫ちゃんに逃げられてしまいます。慣れないと特に。爪切りはそういった点ですね。そして続いては、耳掃除なんですけれども、耳掃除なんですが、ワンちゃんのように耳の中の毛を抜いたりするような手間はないです。耳の中には毛が生えません。でもただワンちゃんと比べて耳の中のひだひだというか隙間っていうのが非常にたくさんあるんですね。だからそのところを細かくやるっていうことです。それがポイントになると思います。それと耳の中を柔らかくしてから、耳の中を傷つけないように、すごく繊細な場所ですので、その2つが注意点だと思います。さあそしてブラッシング、コーミングなんですけれども、いろいろと道具が並んでいますね。そうですね、猫ちゃんの毛質に合わせていろいろ使い分けて、地肌に空気を入れるようにお手入れしていただきたいと思います。コーミングは毛を一本一本サラサラに、もつれた毛を離したりするために使いまして、耳の後ろとか足とか全部こまごまとしたところに地肌に空気を入れるように毛をほぐす道具です、はい。さあそしてブラッシングですけれども、こうピンブラシなんですけれど、基本的には長毛種によく使いまして、毛のボリュームを出したり、ムダ毛をちょっとこうほぐしたりするのに使います。